ありがとうございます。アチシノです。このちょっと長いタイトルで話させていただきます。ちょっとスライドの量多くて早口になってしまいますけど、ご容赦ください。今日のセッションは、KMP コトリンマルチプラットフォームライブラリを開発するときに気に留めておくと良いことをいろいろお話ししようと思います。で、主なトピックは、ライブラリープロジェクトとモジュールの作り方、それから、ライブラリで作るときに気をつけておくべき広報互換性の話、あと明文パッケージの発行の話、ここちょっと大きいです。あとその他やっておくことと良いことなどをお話しします。で、今日自己紹介ちょっと時間もったいないので省略したいんですけど、ちょっと宣伝1個だけさせてください。OpenJDK 系のコミュニティで FJ ポッドキャストっていうのがなんかありましてですね、そこに向けてなんか今週1回ちょっと録音したやつがあるんですね。で、これがコトリンで作ってる私のMIDIライブラリーと、あと KMP マルチプラットフォームの開発についてちょっとお話ししてるので、よろしければ英語の録音なんですけど、聞いてみてください。あと月曜日に公開されますると思います。で、ライブラリを作って、いろいろ自分でライブラリ作ってるんですけど、その話をすると、ライブラリ作ってるんですか、すごいですねみたいな話をたまに反応が返ってくることがありますが、全然すごくはないです。全然簡単にできますね。みんなカジュアルにやりましょうで、ライブラリ作るの簡単です。自分のアプリケーションとかから、再利用性のあるコードのモジュールを引っ張ってきて、明文パッケージを発行するだけです。以上です。で、最初から完璧なものを目指さなくていいです。ライブラリ作って他の人が使ってなんかアプリケーション壊しちゃったらもう怖いなとか思う方多いですけど、大丈夫です。皆さんのライブラリ最初からそんな注目されるわけないですカジュアルに作ってバグレポート来たら対応していくっていう形でやっていきましょうで、言語コミュニティの魅力はですね、皆さんがライブラリでエコシステムを拡大できることが大きいです。コトリンにはそれができるだけのキャパシティがあります。で、なぜマルチプラットフォームでライブラリを作るのかですが、最近コトリンどんどんマルチプラットフォーム進化していまして、これまで対象外としていたプラットフォームにどんどんアプリを出せるようになってきています。 iOS も、コンポーズマルチプラットフォームサポートしてますし、最近 Google I.O. 2024でですね、Google が Android ライブラリーを、今後は KMP をベースにして出していくよっていうアナウンスを出しています。で、こういう状況になってきて、ライブラリーのユーザーとして使う側としてライブラリーをどう見るかというとですね、今後じゃあ自分も KMP でマルチプラットフォーム展開していこうってなった時に、このライブラリーに依存しちゃうとこれ Android 専用だな、ちょっと使えないなみたいな効果が出てきちゃうんですね。で、実際私の例で言うとですね、例えば XML を読み書きするライブラリーちょっと自分のアプリで使ってて、これ KMP 化しようとしたら JVM と JS の実装しかなくて、しょうがないから自分で実装したみたいなことあります。あと他はですね、コンポーズアプリを KMP 化しようとしたらですね、 UI ライブラリが Android 専用だったということがあります。僕の例だとマークダウンの表示みたいなやつのコンポーネントが Android 専用でやばってなりました。最近だと、コンポーズのマルチプラットフォームアプリすでに持ってるやつを今度は WASM 対応 Web アセンブリー最近サポートしてるので、それ対応しようとしたらケーター用がまだサポートしてないみたいな感じでハマったりとかしました。多分やってる方、心当たりのある方が多少いると思います。で、それと別に、より良いライブラリを作るためにどういうことに気をつけていくかというところなんですけど、まずは可用性、アビラビリティ、どこでも使えるっていうところを高めていくっていうところが大きいです。で、幅広いターゲットをサポートしていくっていうのが一つ大きいところと、あと最新バージョンの言語、コトリン 2.0 出たばっかですからね、コトリン 2.0 で問題なく使えるようになっておいた方がいい。で、あと明文パッケージをちゃんと発行しておいて、ライブラリ利用する人はディペンデンシーズインプリメンテーション ID ホニャホニャって書くだけで使えるようにするとかいうところが大きいです。あと、適切な流動の公開 API があるっていうのが、いいライブラリーの性格特徴の一つです。で、適切な流動で公開 API っていうのがこれができてないとどうなるかというとですね、バージョンアップを重ねていくうちにですね、今まで使えてた機能が使えなくなっちゃったみたいなことが出てくる、ユーザーにとってそういう問題が出てくるわけですね。これ広報互換性が破壊されてるっていうんですけど、広報互換性が破壊されてるとこのライブラリー安心して使えなくなっちゃうなっていう問題になってきます。で、あと API ドキュメントがちゃんと公開されていて、 できればライブラリのジャーと一緒に配布されていることが望ましいです。で、さらにベターなところを言うと、ネイティブプラットフォーム言語でも使える、例えばコトリン JS のライブラリ書いたら JavaScript からも呼び出せるようにするとかできるとなおベターです。
で、ですね、ライブラリの公式のドキュメントで、ライブラリーオーサーズガイドラインズっていうドキュメントがありましてですね、昔からあったらしいんですけど、最近すごく最近アップデートされてですね、これアップデートしたからみんな読んでみたいに書かれてまして、で今日話そうと思ってた内容、これが出る前に応募したので結構内容かぶる。これ僕もこのセッションやらないでこのドキュメントだけ読んで終わりでもいいと思ったんですけど、まあそうもいかないので、まあ、ちょっと話をします。まあ何はともあれ、このライブラリー開発ガイドを読んでみてください。非常に参考にあることもたくさん書かれてます。というわけで、ちょっと新しいプロジェクトを今作っていくとどうなるかという話を続いてやっていきます。ライブラリープロジェクトはですね、最近コトリのプラットフォーム、マルチプラットフォームのプロジェクトは kmp.jetbrains.com っていうウェブサイトから作るのがまあトレンドかと思います。公式でここから行こうって言ってます。でここにですね、マルチプラットフォームライブラリーテンプレートというのが存在しててですね、これが結構便利です。メイブンパブリッシュなどの設定も含まれていて、まあまあこれを追っかけるだけでパッケージ発行できるっていうつもりで作られているやつです。これをベースにいろいろ話を進めていきたいと思います。で KMP のモジュール構成なんですけど、最近 その今言ったプロジェクトウィザードが作るライブラリーモジュール構成がよくできていまして、昔はKMP のモジュール、アプリケーションのテンプレートを開くとコモンとか Android とかデスクトップとか iOS とかそれぞれプラットフォーム別のモジュールが存在してたんですけど、今1個のモジュールだけで1つの KMP のアプリケーションやライブラリーが構築できるようになってます。でより重要なのはですね、これ1個複数の、ライブラリーモジュールを1つのプロジェクトの中に入れて参照とかしても問題なく解決できるという、これすごい開発がやりやすくなってて非常に良くなってます。で、ターゲットについてなんですけど、マルチプラットフォーム今ターゲットはいろいろありますね。JVM があって Android が、Android JVM があって JS があってネイティブ、Windows、MacOS、Linux、 それから iOS、 iOS はシミュレーターX64、シミュレーター ARM64 とか、あと普通の ARM64 とか、あと Android Native って Android NDK でビルドするネイティブライブラリーですね、とかがあります。最近のトレンドとしてはさらに WASM.js っていうのが追加されてですね、最近のコトリーの関係のライブラリーの、リリースノートとかで WASM.js 対応サポート追加したよみたいなのがよく見られると思います。でターゲットをいろいろ広げていきたいんですけど、ターゲットを増やすとどうなるかというとですね、まず、コトリン JVM だけでやってた人たちはJVM の API が使えなくて、これちょうど前に留年さんのセッションでも触れてられてたと思うんですけど、JVM の API 何も使えなくなってコモン API の制約に縛られることになります。でさらにですね、プラットフォームターゲットの分だけビルド時間が余計にかかるわけですね。まあ何もいいことないですね。やっぱプラットフォームいろいろサポートするのやめようかなって言ってサポートするのをやめるとどうなるかというと、これマルチプラットフォームで出したいところに出せないのかって言って使えなくなってしまうっていうところで綱引きが発生して、まあそういうわけで皆さんは自分でどのターゲットをサポートするかを明示的に指定する必要が出てきます。まあ、Android ネイティブとか正直ほとんどサポートしているライブラリないんですけど、一部でコトリン X デートタイムとか Android ネイティブまでサポートとかしてて、おすごいなってなりますね。まあそこまで強いものを目指さなくてもまあ大丈夫です。で作ったライブラリはですね、まず、メイブンパッケージとしてまずローカル発行してみて、自分の他のアプリケーションとかで参照して使えるかどうか確認してみるといいと思います。でメイブンパブリッシュっていうグレードルプラグインがあってですね、公式のプラグインなんですけど、これを使って、グレードルのターゲットでパブリッシュというメイブンローカルっていうやつを呼び出すとですね、メイブンローカルリポジトリというやつに発行できます。で、メイブンローカルっていうのをリポジトリーズメイブンローカルっていう、ビルドグレードルとかで指定すると、まあ、セッティングスかもしれない、そこで、指定すると他のプロジェクトでも参照できるようになります。で、メイブンローカルにあるなパッケージの中身なんかも、ホームディレクトリ以下にその専用のディレクトリがあるので、そこを見に行くと目視できますという感じで、最初を作ってパッケージ発行するところまで雑にお話ししましたが、次はちょっと広報互換性の話をしますね。広報互換性はライブラリー開発していく上で、割と重要な問題です。でいくつか種類がありましてですね、まあ、皆さん多分一番最初にパッと思いつくのは API の互換性の話だと思います。 API の互換性が損なわれると、パッケージバージョンが更新したときにビルド時にエラーがコンパイルエラーが出るようになります。でそれと別に ABI の互換性というのもありまして、アプリケーションバイナリーインターフェースですね。でこれが損なわれるとですね、実行時にエラーが出るようになります。皆さん API 互換性損なうのと ABI 互換性損なうのどっちが厳しいですかね。いやどう考えても ABI なんですよね。実行時にエラー出てほしくないわけですよね。
で、まあ、幸いなことに API 互換性が破壊されて API 互換性が破壊されないみたいなことはよくあるけど、あんまりないまあ API の互換性のことはそんなに気にしなくていいけど、とにかく API の互換性は維持しておいた方がいいです。で、あとさらに挙動の互換性っていうのも、JetBrains のドキュメントには書かれててですね、これが損なわれると想定外の挙動になるって、それはそうですね。で、これは機械的にチェックできないのでテストで担保するしかないです。で、ABI 互換性に関してもうちょっと掘り下げるとですね、何を変更したら ABI 互換性が損なわれるかなんですけど、これ非常に専門的な知識になってきます。例えばですね、データクラスを使うな、皆さんデータクラス使うなと言われたら結構びっくりしますよね。使っちゃいけないの。ちなみにこれはあくまで公開 API の話です。内部実装で使うのは全然問題ないということで、そんなにびっくりしなくてもよかったわけですが、で、何で問題になるかというと、例えばフィールド1個増やしても関数の引数の数とか変わったりとかしてくるんですね。で、次の例で関数の引数の増やすなっていうのをもうドキュメントに書かれてるんですけど、これはですね、引数を増やすとですね、例えばコトリンが内部的に JNI シグネチャーとかで関数引っ張ってきて呼び出したりとかしてる部分が壊れたりとかするということになって、やっぱり互換性が破壊されるということになります。この辺はですね、ライブラリーオーサーズガイドラインズ、さっき言ったドキュメントが非常に詳しく書いてあるんで、これ参考にしてもらえればいいと思います。今日ちょっとそれだけ話してると20分終わっちゃうので、 で ABI 互換性チェックはですね、人間がどんだけ注意してやっても絶対人間なので過ちを犯します。人類は愚かなのでしょうがないですね。機械にチェックさせましょう。 ABI 互換性チェックできる、コトリンの公式のバイナリーコンパチビリティバリデーターっていうプラグインがあります。これを使って、チェックすると安心です。コトリン 2.0 の話をちょっとしますね。皆さんコトリン 2.0 でライブラリーをビルドしてパブリッシュして、これコトリン 1. いくつでちゃんと問題なく使えるかってちょっと気になると思いますが、理論的にはですね、問題なく使えるということなので、実際大抵の場合は問題なく使えると思いますが実際にはですね、いくつかハマりどころがあります。例えばコトリン X シリアライゼーションっていうプラグイン、ライブラリありますよね。このライブラリ、シリアライゼーションプラグインというのを使いますが、これ最新バージョン、私これスライド書いた時 1.7.0RC だったんですけど、もしかしたらもう正式出てるかもしれない。シリアライゼーションプラグイン 2.0 っていうのを要求されることになって、こいつはコトリン 2.0 でないと、コンパイルしてくれないという、ライブラリのユーザーのプロジェクトはコンパイルできないということになりますという問題があって、これがあると、こういうのがあると 2.0 を使わざるを得なくなって、ライブラリのユーザーが 2.0 を使わざるを得なくなるという事態になります。もう一個の例としてはですね、 K2 のライブラリで、私昔から WASM.js をサポートしてたやつを K2 に上げたんですよ。そしたら、1.0 のままのプロジェクトでそれを参照してるやつがコンパイラがクラッシュしてビルドできなくなっちゃったみたいな問題が発生したりしました。これはコトリン WASM のサポートが 1.9 の時はまだアルファ、プレビューだったのでもうしょうがないんですけど、プレビューの時のバグなので、 1.9 のブランチではもう直してもらえないと思うんですよね。なのでそういう問題が発生すると、K2 の波に乗ってもらうしかないっていう感じになっちゃいます。で、ライブラリのサポート範囲を、じゃあそういう意味で最大化するんだったら、2.0 にしないで 1.9 にとどまり続けた方がいいのかなってちょっと思うわけですけど、多分グレードルプラグインが要求してこなければ可能だと思うのですが、多分どっかしらの時点でいずれハマることになると思うので、どっかの時点で K2 の波に乗らなきゃいけなくなるだろうなというのが個人的な印象です。で、この辺の問題はですね、コンパイラと標準ライブラリとコンパイラプラグインのバージョンって今全部同じバージョンであることが前提になってるんですね。で、これはコトリンの言語使用上、しょうがないので、今のところ解決できない問題だと思います。みんなで頑張って K2 に乗ってこうみたいになっちゃいます。で、ライブラリのバージョン選定の話を実はもうちょっとしたいんですけど、時間がなさすぎてですね、ちょっとこれはスライドだけの紹介にとどめておきます。で、ライブラリを作ったら今度はいよいよ発行するところの話をします。名分パッケージを発行するというのはですね、さっき、パブリッシュトゥー名分ローカルというところまではお話ししたんですけど、あれはローカルに発行する。で、このパブリッシュトゥー名分ローカルの代わりにパブリッシュっていうのをやると、リモートリポジトリに発行されます。で、ローカルの自分の PC から発行してもいいんですけど、CI 経由でビルドして発行した方が絶対安全というか、ユーザーにとって安心感があります。私の PC 絶対マルウェア感染してないので大丈夫なんで信用してくださいって言っても信用してもらえないのが普通だし、他人にそう言われてて皆さん信用しちゃダメです安心できるところでビルドされてるところがいいと思います。
で、2024年現在進行形の問題として MacOS と iOS のネイティブターゲットっていうのはですね、クロスコンパイルでき、他のターゲットはクロスコンパイルできるんですけど、このターゲットは MacOS じゃないとビルドできないっていう問題がありましてですね、U-Track にはちなみにこの問題を解決するようなアイデアがいくつかもう上がってて、 JetBrains の将来の設計とか 見えて面白いんですけど、現状そういう問題があってですね、MacOS ビルドがどうしても必要になります。で、メイブンセントラルの発行が望ましいんですけど、Jetpack とか非常に便利なんですが、MacOS ネイティブは未サポート、Linux マシンでビルドしているので、今言った問題があって、パブリッシュできないという問題があったりして、結局メイブンセントラルに出すしかないというのが現状です。で、メイブンセントラルっていうのはですね、皆さんが自由にパッケージを発行できるところでは実はないんですね。承認されたパッケージサービス経由でしか発行できないです。で、そこに出すには、ちゃんと電子署名があってソースジャーがあって、JavaDoc ジャーがあってパッケージメタデータライセンスとか開発者名とかちゃんとあることみたいな複雑な要件がいろいろあります。で、これをいろいろ面をチェックしてパブリッシュ代理してくれる選択肢、今唯一的なやつがソナタイプネクサスってやつで、皆さんこれを使わざるを得ないっていう感じですね。いくつかこれ日本語解決説が あるんですが、ちょっと全部古いんですよこれちょっとどうしようもなくてですね、なぜかというとですね、今年の2月以降の新規ソナタイプユーザーはポータルパブリッシャー API という全然メイブンじゃない API を使わないとパッケージ発行できないという問題が出てきて、私これ3日前ぐらいに気づいて、あ、これやべえなってなってギリギリで調べて書いたんですけど、そんなわけでこれを使わないといけなくて、かつこのソナタイプの正式なグレードルプラグインみたいなやつがなくてですね、コミュニティのプラグインを使ってパブリッシュしないといけないという状況ですで、あとユーザー認証もちょっとちょいちょい変わってるところあるので、昔から使ってる人も気をつけた方がいいと思います。それはちょっと余談なんですけど、で、KMP プロジェクトウィザード便利ですよっていう話をさっきしたんですけど、これメイブンパブリッシュ前提で作られてて、この絵だと皆さんに今日お話ししてライブラリ作りましょうって言って、いやじゃあ作ろうって言って登録して使おうとしてもこれ使えないんですよこれじゃ意味ないので、パブリッシャーポータル API 対応版のフォークを、自分で作りましたなので、皆さんこれを使えば多分パッケージ発行で自分でできるところまではちゃんと確認しましたなのでこれを使ってくださいという感じで、いろいろ大変なんですけど、そこを乗り越えればなんとかなると思います。あとはちょっと、もうちょっといいライブラリを出すためにはどうすればいいかっていう話をちょっとだけします。JavaDoc じゃなくて KDoc っていうやつの API リファレンスを書いていきましょう。で、Docker っていうプラグインを使うと、HTML の API ドキュメントとかを生成してくれます。で、さっき言ってたプロジェクトウィザードではね、この Docker ドキュメントを取り込むふうに実はなってないんですが、それをやるためのグレードルの書き方みたいなのをグレードルの一周で書いてる人がいるので、これ参考にするといいのですが、ちょっと追加があって、さっき のプロジェクトテンプレートで使ってるプラグインちょっとバグがあって JavaDoc 指定できないっていう問題があってですね、これはもうすでにマスターではメインブランチでは直ってて、次のバージョンが出ると僕も対応できるんですけど、ちょっと対応できないので、それ修正が出たら僕も対応します。いずれにしろテンプレートのやつはダミーのドキュメントしか食わせてくれないので、デグレードとかではないです。で、GitHub Actions でもデプロイアクションみたいなやつがあって、GitHub IO とかに API ドキュメント発行できるのが便利なので、これ使いましょう。で、できれば、皆さんに本当は、コトリンのエコシステムの外側に持ってくるのもやってほしいっていう話をちょっとしたいんですけど、ちょっとアドバンストすぎるので、バイナリーズ .executable とかバイナリーズ .library っていうのを指定すると、JS とかネイティブライブラリとかビルドしてくれるので、ここまでできる人はチャレンジしてみてください。これはメイブンパッケージには含まれませんで、あと複数 CI ビルドの生成、これこの話を本当はメインでしたかったんですけど、とてもじゃないけど時間ないので、これはすっ飛ばします。 NPM も、パッケージ発行ちょっとだけ気をつけるところがあるとしたら、そんなタイプネクサスみんな結構パッケージ発行失敗しますが、同じワークフローで NPM も発行されてると思うんですが、これ発行しちゃったやつはもう取り消せないので、修正は後から効かないっていうことにはまったりはします
で、まあ、最後なんですけど、作ったライブラリができたらですね、ここで宣伝してほしいみたいなことをコトリの公式ドキュメントで書かれているプロジェクトがあります。ここをあの上の URL 開くと、こんなライブラリ作ったよって報告してっていうフォームが出てくるので、そこで宣伝するとそのページで紹介してもらえます。あと最後なんですけど、今コトリンファウンデーションというところがコトリンファウンデーショングランツというプロジェクトをやっていて、なんか3日後まで、しあさってまでなんですけど、ライブラリとか開発している人に資金的な援助とかするよ、だから募集して応募してねみたいなことを言われているので、手持ちのものがすでにある方は応募してみると今いいと思います。何も持ってない方は頑張って3日で作ってください。まあ、というわけで、まあ最後なんですけど、みんなでカジュアルにライブラリを作ってエコシステムを、育てていきましょうっていうお話でした。以上で終わります。ありがとうございます。